人狼ジャッジメント。またかよ。うわぁ、またかよ。なんでこんな恋人なんの。もう、人狼恋人なりすぎ。また相方。うわあ、ジェシカはこいつでメアリーが人狼ね。お、よろしくね。よろしくね。しゅ。あ、10秒前。ジェシカね。いや、どうしよっかな。さあ、話し合い。占いで出ようかな、もう。どうしよう。おはよう、おはよう、おはよう。メアリー白で占いで出ようかな。行け。行ってしまえ。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト。待って、霊能が二人出たぞ。待って、偽占い師で出たわけ？偽占い師出ないの？嘘。霊能に狂信者出たのか？出たのか？占い師確定、やった！よっしゃ！よっしゃ、確定！確定や、神、神！よっしゃ、確定や、占い師！よーし！俺とソフィアの交互進行でよくね？交互。進行でよくね。完璧完璧完璧、確定した。よし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 、いいよ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 、やったぜ。よしよしよし。やったね。よっしゃー、よっしゃー、思い切って出てよかったぞ。延長希望、延長希望、延長希望、延長希望。さあ、じゃあ、じゃあ初日は、初日はソフィアに、ソフィアに任せていい。任せていい。嬉しい。ジェシカ恋人やで、ジェシカかもしれん。ジェシカが占い師か、偽占い師かもしれんな、これ。落ちてた。大丈夫か。ソフィア頼んだぜ。グレーだよね、グレー。フェイ。全員グレーか。CO してないやつ全員グレーか。あ、メアリー以外。グレー詰める？グレーから詰めるかい？詰めるかい？詰めるよね。アンナ、アンナ、ジェシカ、エマ、マイクやな。アンナ、ジェシカ、エマ、まあいい。フレディ釣り、うん、今もっと発言伸ばしてほしい。まあそうだな、発言、いやー、一番発言が薄いのはマイクやな。マイクだよね。うん、マイク釣り位置、ほら。初日黒釣りたい。明日は黒。黒当てるぜ。どうやって誘導しようかな。エマかマイク釣りに誘導したいな。
今日黒釣れたら明日はそうやな。せやな。いやこのままだと、このままだと一番薄いマイクが釣り位置かね。どっちでも A。あ、ミーでマイクだね。みんなマイク釣りやん。かわいそう。とりあえず今日はマイクか。マイクでいいよ。恋人に一番最初に触れたやつ誰や。一番最初に触れたの誰や。そう、恋人探すやつ、大体恋人やでな。1分前。ションから白持ってるメアリーは。ジェシカ臭い。嘘。ジェシカやった恋人。恋人探してるのジェシカやった。本当に恋人じゃん。30秒前。まあ今日はジェシカ釣りやな。ジェシカ釣りじゃねえよ。今日はマイク釣りか。マイク釣りね。もう10秒前。誰かもかな。待てよ、フレディとどこ行こう。霊能家みてえなこれ。30秒前10秒前。日没。霊能噛まない。フェイシンですよこれ。フェイシンですよ多分。フェイこれ。10秒前。グレー詰められると困るで俺。グレー詰められると本当困る。よしよしよし、いけた。話しで、ジェシカに白出ししとけばいいかな。おはよう。間違えた。おはよう。ほう。ということは、お、カングレエマだけやん。カングレエマだけか。いい余裕のカンクレーマでか。もうあのね、人狼と恋人をねめっちゃ囲ってくっていう。
ここは？まあ、ニウルフいるから、まだ恋人は考えなくてもいいのかな。でもフレディが偽の可能性もあるか。偽の可能性あるか。あるから分からんか。どうするこれ。延長希望。延長希望。ここどうしてこっかな。安定。でもまあ一番可能性高いのはレグでしょ。神目線誰目線でも分からなくね。霊能やし。安定はフレディツリー。フレディ釣っとく？それが一番安定か。でもそれだと人狼釣れないかな。強心で見とるやんな。とりあえず人狼釣れないからな。霊能者が真強心者なら人狼釣れないからな。釣れないよね。カングレの今釣る方向に持ってきてえな、これ。ジェシカプロか。ジェシカプロか、これ。プロか？いや、カングレのエマを俺はどうせなら完全グレーの今行きたいけどね。ソフィアの結果何やったっけ。アンナとフェイか。今でいい。よしよし、メアリー乗ってくれたぞ。みんな意見が一緒ならエマでいい。もうなんか平和やな、この部屋。結構なんか俺がって人がおらんな、この部屋。そうだね。まあミンイはエマになる。反論。絵祭り反対の人は、絵祭り反対の人いる？偽占いぐらいなって白になってるか。てか、偽占い誰だ？ジェシカかな？安定のフレディ。
1分前。メアリーすごいエモス。さあ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 、どうする、どうする、どうする。いや、どっちでもいいんやけど、ショーン・ゴビッチないよね。それ聞かれても言わん、それ聞いても意味なくね、聞いても意味なくね、意味なくね。30秒前。絶対答えないよ、そんなん。もう今メアリー昨日マイク押しで、今日私だけ殴りが怪しい。ほうほうほう。10秒前。まあ俺が偽占い師。でもメアリーは、メアリーは勘、白だろ。メアリーは俺の白だから、だから、初日、偽占い師、偽占い師の乱白は、白だよ。白だよ。だからメアリーはね、だから俺が死んでも、偽でも、メアリーは白。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。30秒前。エマでいい。よしよしよし、これでアンナに黒出しして終わりかな。それでいいのか、それでいいのか、それでいいな、それしかないな。というか、ジェシカ行く、ジェシカ、俺は新占いのソフィア行きたい、ソフィア行きたいな。10秒前。さあ、もしかしたら噛んどるかもしれんぞ、こいつ。お！お、マジか！マジか！マジか！おはよう、おはよう。ナイスー。よし、これジェシカ。ジェシカとカリウド恋人やな。カリウド恋人だ。恋人だ。アンナ黒。よし。あ、俺がシーンやったな。俺がシーンだったな。カミングアウト。あ、これあれか、マイエマかな。俺が真確定だから、だから狩人 CEO は新目ないっしょ、新目ないでしょ。延長希望、延長希望。うん、アンナちなみに、アンナちなみにラストウルフ、ストウルフ。どうしよっかな、どうすれば勝てるかやな。まあまだ恋人連れてないからな、まだ恋人連れてないからな、ないからな。アンナラスールなら、ラスールなら行ってね、行ってよ。
いやいやいや、あのね、まあ、だってフレディ・アンナが人狼の線もあると考えよう。俺目線はフレディ、フレディ・アンナでニウルフもありえるんだよな。ありえるんだよな。アンナ死ぬ可能性もあるけど、そう。いや、ジェシカ仮としてほしかったな。ソフィアとメアリー恋人？メアリー恋人？恋人？うん。いやー、その乗っかりは臭いなー。その乗っかりは、ちょっと臭く見えてきた。臭く見えてきたな。マイクは市民にはさ、へぇ。マイクは狩人、狩人を匂わせずに死んだ、新狩人ですよ。新狩人です。市民衆を残して死んだ。いやー、なんだこれ。くっそ。恋人の、これは、やっぱ、だいぶバトルやな。バチバチやな、バチバチ。メアリーとのバチバチやな。メアリー、ソフィア、恋人。これは、こりゃどうなんだ。フレディ傍観しとるな。フレディ傍観者になってやる。フレディがね、だいぶあれやな、空気になっとるな。メアリーとソフィアがバチバチやな。メアリーとソフィアはバチバチやな。ソフィアはバチバチやな。いやー、ジェシカも反論すごいな。ソフィアが、もう私の線を確信しているショーンを追体。ジェシカになりそうやな。待ってよ、ジェシカ。30秒前。ちょっと待って、どうなんの。フレディどうすんや。フレディどうすんの。どうすんのん？アンナだろ。アンナだろ。10秒前。アンナだろ。黒やで。ガス売れじゃないやろ。ガス売れじゃないやろ。アンナだろ。アンナダルルオ？アンナだろ。俺はアンナ。アンナで1ウルフ釣れる。釣れるのは確定。うん。アンナ行け、アンナ。アンナ行ってほしいけど、ソフィア。30秒前。ソフィア、メアリー、恋人集もするんだよな。恋人集も。するんだよな。10秒前。あ、やべえ、負けた。フレディは？やべえ、負けた。フレディどうしたんや。フレディあいつ投票してねえやろ。
フリー投票してねえやろ、多分。お、ラールピーピーがクソ、惜しい、惜しい。これ黒勝つんだよね。これ黒勝つやろ多分。フレディ強心者やろ。おはよう。おはよう。惜しい。惜しい。カミングアウト。カミングアウト。いやーめっちゃ惜しかったなー、めっちゃいい勝負、いい勝負。10秒前。さあ、まあ負けたな、うん。ジェシカ頑張っとったけどな。ありがとうございました。ありがとうございました。ソフィアミス占い師、ありがとうございました。メアリー・ジンロー、フレディ・キョウシンシャー、フェーレーノ、マイク・シミン、エマ・シミン、アンナ・カリウド、ジェシカ占い師。くっそー、くっそー、シン。占い、占い師。確定したね。したのにな。出てきて助かった。いやいやいや、いやーこれはね、これ勝てたら気持ちよかったな。ジェシカな、ジェシカ恋人気にしすぎ、うん、恋人気にしすぎたな、恋人気にしすぎたな。ありがとう。だな、早い段、早い段階で。いや俺が言ってもらったもんな。ありがとう。俺がもう、あれ恋人っぽくねって言っちゃったもんな、最初の。恋人気にするやつ大体恋人やで、ほんとにみんな。それ覚えといた方がいいわ。いえいえ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしたら、ありがとうございました。